どうも、レンです、今回もですね、諸君に、厳しい現実、いや、楽しいニュース、わからへんな、伝えていこうかなと思います。今回はですね、連日厳しい現実を伝えてるんですけども、J リーグ J2 清水エスパルスについてね、伝えなければなりません。ついに、はい、現在ですね、残り1節を残して、2位の自動昇格圏内にいます。はい、で最終節がですね、アウェーで水戸ホーリーホークということなんですよ。で水戸ホーリーホークはもう J2 残留も決まっててですね、何もかかってない状態なんですよ。まあ、言ってみたら水戸にとってはもうホーク最終戦の消化試合というところなんですね。で普通に考えれば、いや、もう清水エスパルス、この試合勝ってですね、J1 自動昇格の決まりじゃねと思うんですよね、普通であれば。ただやっぱ俺クラスになるともう見えるんですね、未来が。やっぱそんなに甘くないんですね、サッカーって、スポーツって。っていうことなんですよ。でどんなことが起きるのかっていうことなんですけども、結論から言って、清水エスパルスは、J1 自動昇格できません。残念です、どんまいです。はい、どういうことかというと、これ水戸ホーリーホークホームで何もかかってないんですけども、ホーム最終戦ということと合わせて、何もかかってないということで、逆にこれのびのびできるんですよね。なんで、水戸ホーリーホークもですね、そんな大した戦力はないんですけども、レンタル組がたくさんいましてですね、生きのいい若手はたくさんいるんですよね。だそういったところが一気に爆発する可能性はあるので、エスパルスもあくまでもチームとしてはそんな機能してないんですけども、乾であったり、チアゴ・サンタナであったり、カルリーニョス・ジュニオ、カルリーニョス・ジュニオ、ジェイニグナ、こういった個の力でね、勝ってきたと言っても過言ではないんで、勝ち切るほどの力は今回に限ってはないんじゃないかなというふうに思うんですよ。なので、結論としてはおそらくドローになるということなんですね。はい、でドローになるとどんなことが起きるのかっていうと、ジュビロ磐田、東京ヴェルディといったところにまくられてしまうと。どっちがまくるかは分かりませんけども、おそらく俺は東京ヴェルディがまくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、どっちにしてもですね、エスパルスはこの試合に勝たなければ自動昇格はないんですよ。負けもしくは引き分けはこれもう終わりですからっていう点で、清水のティフォージがね、今、いやいや何を言ってるんだと、もう勝つに決まってるだろうと、相手ももうモチベーションないんだからということなんですけども、いやいや待て待てと、その前にお前ら水戸ホーリーホークに勝ち切る力があるのかと言われたら、ないわけではないんですけども、絶対的な力があるわけではないんで、そういう点ではね、非常に厳しい現実を伝えなければいけないんですけども、これ配信いつなのかな、金曜日か土曜日か、どちらかに、配信するんですけども、試合は日曜日ですかね、日曜日か、はい、に配信するんですけども、厳しい現実が待ってるということを伝えたいとまず思います。はい、でもちろんね、もうプレーオフには確実にいけるんで、6位以内はねキープしてるんでっていうことなんですけども、プレーオフ圏内に落ちた時にはですね、またですね、報告をさせてもらうんですけども、あらかじめ言っておきます。君たちの J1 昇格がないです。はい、そのまず第一歩としてね、次の水戸ホーリーホーク戦、皆さんは歓喜の喜びをね、待ってると思うんですけども、地獄だというふうに理解しておいてください。サッカーってのはそんなに甘くないんですよ。そんなね、 This is football、 そんな連呼してるだけでね、勝てるほど甘くないんですよ。これだけは肝に銘じておいてください。